小川人氏は日本のレーシングドライバーである愛知県岡崎市出身。林レーシングのメカニックを経て、1979年鈴鹿シルバーカップフロリダ500でレースデビュー。1981年から全日本 F3 選手権に2年間参戦し、1983年にレーズに入社し、全日本 F2 選手権にステップアップしたが、 チームの実力不足により2年間参戦するに止まり、再度全日本 F3 選手権に参戦した。1987年に全日本 F3 選手権で、最終戦までロスチーバーとチャンピオン争いをするも、惜しくもチャンピオンを逃しランキング2位。1988年も引き続き同選手権に参加するが、ワークス系メーカーに敗れ、ランキング4位で終わる。また、 この年は全日本 F3000 選手権にレイトンハウスからスポット参戦したが目立った成績を残せず解雇された。しかし出走したレースはすべて完走を果たすなど持ち味は確実に発揮されており翌年に活かされることになる。翌1989年は全日本 F3000 選手権にオートビューレックモータースポーツからフル参戦。 シーズン開幕前は注目されていなかったが、開幕戦で2位に入り、その後も2位から4位から4位リタイアマイナス2と、抜群の安定感を発揮。9月の鈴鹿でついに、ポール・トゥ・ウィンを達成し、ポイントランキングのトップに立った。最終戦の鈴鹿では、レース早々にマシントラブルが発生し、リタイアとなってしまったが、タイトル争いのライバルだったロース・チーバーも、最終ラップで、 中子治ムと接触し、リタやノーポイントに終わったために、小川が全日本 F3000 シリーズチャンピオンを獲得した。また当時、グループシーカーで争われていたルマン24時間レースや、全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権では、トヨタのワークスドライバーを務めた。全日本 F3000 選手権タイトル獲得により、シーズンオフには1990年に向けて、 ロータスやミナルディなどの F1 チームからスポンサー持ち込め、条件で F1 参戦のオファーもあった。しかし、資金面の問題から断念した。翌年も引き続き全日本 F3000 選手権に参戦したが、チャンピオンとなった星野和義に及ばず、ランキング2位となる。1991年は全日本 F3000、ランキング5位で終了。なお同年夏には、鈴鹿で、 ブラバムヤマハの F1 マシンをテストドライブしている。1992年はトヨタがスポーツカー世界選手権へのフル参戦を開始したことに伴いスウィックに参戦するトヨタ TS010 のドライバーに起用されモンツァサーキットで行われた開幕戦で優勝した。この優勝は日本人として初めてのスウィックでの優勝だった。 しかし同シリーズの第2戦が中止になったことで、急遽帰国し、全日本 F3000 選手権、第4戦鈴鹿 GP に、スポット参戦することになった。結果的にこれが、小川の人生最後のレースとなってしまった。5月24日、鈴鹿サーキットで行われた全日本 F3000 選手権、第4戦レースは27周目、4番手争いをしていたアンドリュー・ギルバート・スコットと、 小川はは0.165秒差でコントロールラインを通過した。直後の1コーナーで小川はスコットを追い抜きにかかった。インにフェイントをかけた後アウトにラインを変えた瞬間、2台は接触。小川のマシンはスコットのギアボックスに乗り上げ、絡み合ったままコントロールを失って1コーナーでコースアウトした。小川のマシンは波状に設置されたサンドトラップをジャンプ台のようにして飛び上がり、 コースサイドのタイヤバリアを飛び越えて、ディブリーフェンスの支柱に真正面から激突した。小川は軽椎に深刻なダメージと右足元複雑骨折を負い、鈴鹿市内の村瀬病院に搬送されたが、事故から約2時間30分後の16時59分に脳幹損傷により死亡した。去年36歳。また、この事故でビデオカメラマンの桜井一恵が、 カメラマン台より外へ飛ばされ全身打撲の渋滞、中瀬病院へ収容され治療を行ったが、その後死亡している。同年6月に開催された、小川が出場するはずだった、ルマン24時間レース決勝で、トヨタ TS010 は、プジョー9 0 5ごとの死闘の末2位を獲得、優勝こそ果たせなかったものの、関谷正則は亡き名優である小川の威影を、表彰台で高く掲げた。 またトムスは小川の去年である36をチームの永久象徴ナンバーとして以後のレースでも長らく用いるようになった。1989年11月45日,日開催の全日本 F3000 最終戦、鈴鹿で小川はトップ走行中の24周目にリアサスペンションの接損によりリタイアしているが、ローラのスタッフは接損の原因は小川がマシンの限界を超えて、 早く走りすぎたためとしている。1989年に小川のマシンのメンテナンスを担当していたセルモの佐藤正幸も瞬間的に考えられないほどのストレスが集中することでマシンが壊れる可能性はあるとしている。小川は9月22、24日開催の第7戦鈴鹿デイジ49.106のコースレコードで ポールポジションを獲得しているが、最終戦、鈴鹿では1、46.999という2秒以上、早いタイムで再びレコードを更新していた。この1、46.999というタイムは1988年の F1 日本グランプリで予選22位に相当するタイムだった。ひとしおがは、レーシングキャリアプロフィール、ドライバーデータベース。 www.driverdb.com2019 年11月12日閲覧小川人志が鈴鹿でブラバムのテスト走行を担当したこれは本来テスト担当である片山右京が全日本 F3000 でポイントリーダーとなり大事を取って欠席したため グランプリ1991年ハンガリー GP547 ページ3回道1991年9月4日発行レーシングオンナンバー 86P90 部州処防1990年レーシングオンナンバー 100P54 部州処防1991年カーグラフィックナンバー 449P280 二元車 1998年、レーシングオンナンバー 065P68 部州、処防、1990年、ありがとうございます。